じゃあ俺から行こうか。はい。大きい。ね。あのね。第一印象は本当におとなしいやつでしたよ。本当に。ごめんなかったよな。そうですね。うん。はい。最初の頃。うん。でも一緒にいたいな。はい。うん。一緒にいるんだけど喋らない。いやでも本当だよ。だろ？あ、うん。声が大きいですね。8年前の2013年のドンジョバンニで初めて会ったんですけど。ああそうだ。まあ、大体稽古場ってこれぐらいの広さで、うん、そうだね、で梅本さんの声聞いて、鼓膜破れるんじゃないかな。というのも僕それが初めて、うん。と言ってもいいぐらいの現場だったんですよ。あ、そっか。あの福岡声楽から声楽専門になって、で初めてオペラ出たのが確かそれだったんで。じゃあ初めての時からずっとしてんな。そうですね。ね、はい、ずっと一緒にやってきたんだ。そうです。本当に声って言いたいし、本当に律儀な男なんで、そのギーみたいなね、ちょっと言いたいんですけど、でも小畑の人。一つの感じで言うと熱です。あの、うん、意外と熱いです。あのこう見えて意外と真面目真面目に言うんです。意外と熱い。だから熱です。上本さんのを感じで表すとすぐ思い浮かんだんですけど暴れる。あの暴力団とかの。で、その感じの雰囲気も、なんか下がちょっとこう重い感じの、足腰重い感じの雰囲気が出ますね、すっごい。すごい、たくさんな、一緒にやったんだけど、はい、俺が一番印象に残ってるのはマノンです。はい、言うと思いましたよ。いや、マノンです。風の丘ホールっていうところで本番だったんですけど、その1階から2階に階段上がってきて、それで2階がホールになって、そこにいるその上本さんとか他の、キャストにこう拳銃を突きつけて、うん、ネッスンスキムオーバーってそういうところがあるんですけど、それを打ち上げの時にパンツで裸でやる。誰に言われたの？上本さんで、まあ、それ、いまだにずっといじられてるあの面白いやつですよ。いや、やらされてるだけですやっぱり、ドンジョバンニですね。2013年のアンコーラのドンジョバンニでオッタービューもう印象に残ってて、というのも他の共演した役っていうのは、まあ、マノンレスコもそうですけど、全部合ってるじゃないですか、アイラも。うん、トスカ。トスカもそうだし。アリアッチ、うん、あの。僕も学校でフィガロの結婚とか勉強してて、モーツァルトっていうことで、みんなどういう歌い方するんだろうと思って、ヒモンさんのダラスアパートを聞いたときにちょっと衝撃的で。モールテっていう言葉があるんですけど、そこモールタイム、これずっと覚えてるんですよ。あ、モーツァルトってこうやって歌うんだと思って、でバルトロのアリア持ってって、コーラストチアっていう高い声をミーニーっていうところがあるんですよ。そこをカオーラストチアってやつ。顔って何って言われて、あ、湯本さん違う感じなのかな、モーツァルトは違うんだなって思って、それが印象的でした。鏡でも出てくるもんね、俺この国にとったえって言ってとったえとったえって言ってんの聞いたの裏でみんなに混ぜてそうなんだよ何よりあ、そっか。それでは、今日のコンサートから数曲お
お、あの、何言ったんだよ。どうぞ。はい。Yeah.
死んだ
Thank you.
Thank you.
mio mio confessione la ma salvate e questa cola sangue lo vargas confessione confessione Correte che muore! Non posso! Fratello, in nome del Signore! Non posso! E d'uomo! Aiuto, aiuto! Venite! Thank you.
andare.